Hey guys! モンスタージョン TV! 始まりました、モンスタージョン TV! モンスタージョン TV といえば、モンスターんーなのかなそういうイメージあるよね。はい、私、モンスター大好きなんでね。この新作のモンスター、早速買っちゃいました。味は、キューバリブレ。やばくない？やばくない？何がやばいって、冒頭に何回モンスターって言ったよって感じだよね。めちゃくちゃ言ったよね。びっくりだよね。自分でもびっくりです。はい、そんな感じでやってきました。このね、新モンスターでございますけども、キューバリブレ。私ね、全くもって実はお酒を飲まないんですよ。まあ、僕のね、動画を見てる方は結構知ってると思うんですけども、もう一切お酒を飲まないです。でも昔はちょっとね、たしなむ程度にお酒は飲んでおりましたけども、がっつりと。はい、そんな時にね、私やっぱり甘いのが好きだったんですよ。例えば、コークハイとか、梅酒とか、そういう甘いのがね。で、キューバリブレっていうのがまた美味しかったんですよ。はい。キューバリブレ、お酒ですね。はい。お酒を飲めない私でも飲める。もちろん、ノンアルの、そしてエナジーががっつりもらえる、このキューバリブレ味のモンスター、ついに出ちゃいました。俺得です。はい、俺得です。私ね、別にお酒は好きじゃないんですよ。今ももうお酒やめて何年になるんだ？ 3、4年か？それぐらい経つけども、別にね、1ミリも飲みたいと思いません。だけど、ジュースやめろって言われたら、だいぶつれえなっていうね、それぐらいの甘党というか、で、コーラはね、もう、その中でも大好きなんで、ちょっとね、これはね、やばいです。もう、ドンピシャでいいやつです。早速、開けていきますか。いきますよ。3、2、1、おにゃん！おいえ、来た！おにゃんまでね、おにゃんまで行くというね。はい、では、ぶち込んでいきましょう。よいしょ！あはぁ！いいね！この色合い。ね、コークガンしっかり出てるね。たまんないね。普通のモンスターとかだったらね、もうちょっと、まあ、黄色み寄りなのかな、かかってるけど、やはりね、まあ、コーク寄りというかね、まあ、キューバリブレなんでね、ちょっとそういったような雰囲気を感じます。さてさて、匂いは？ああ、まんま、キューバリブレだわ。まあ、そらそうだよね。いや、いいね。あ、素晴らしいね。ごめん。もうね、いらん解説はいいわ。飲みます。うん。たまんない。キューバリブレですわ。もうね、まんまですよ。でも、アルコールがない。アルコールって俺正直ね、苦味しか感じなくて、美味しいドリンクをまずくする要素しかないと俺は思ってるのよ。申し訳ないけどもね。で、キューバリブレ、もう好きだったけど、なんならやっぱね、アルコールが抜けたらもっと美味しいんじゃねえのと思うところもありき。まさにこれです。まさにこれです。しかもモンスターの良さがさらにそこに入ってるんで、めちゃくちゃうまいですよ。ペント君飲みたい。キューバリブレ。これ、匂い。あ、上来てきて。これ、上。はい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 。いいよ、いいよ、いいよ、あげる、あげる。来ないの？何？分かってんの？俺あげないって。ペント君分かってるね。ほら。匂い嗅ぐでしょ？ほら、いい匂いでしょ？来なくていいの？じゃあごめん、俺がいただくわ。ペント君はダメですからね。はい。うまいです。めちゃくちゃいい。キューバリブレ。なんかね、これ全然関係ない話なんだけど、この触り心地というかね、すごくね、なんかいいんだよね。このザラザラ感というか、なんだけど、ここは光沢がある感じでね、ツルツルしてるっていうね。確かね、この光沢って他にもあって、白いモンスターあるじゃない。あれもね、そんな感じだった気するんだよね。だけど、ここのね、まあ、光沢入るところが、若干ね、まあ、これと比べると、ちょっとね、雑さを感じるかな。こっちの方がその入り方がね、いいなっていうか、すげえ細かい話で、なんかどんだけモンスターマニアだよっていう話なんだけど、まあ、触ってみたらわかる。本当にね、違います。ここです。ここの、このところね、見てみて。はい、すごくいいです。では、ラスト、いただきましょう。いやね、リゾート感だわ。なんかリゾートにいる感じだよ。なんか真夏にこういうのを飲んでね、ヤシの木の下でね、一緒に今なんか真夏の夜の抵抗続きそうになった自分がなんか情けないわ。ではラストいただきましょう。ごちそうさまです。
はい、モンスターキューバリブレ、よかったです。これね、素直におすすめです。いやー、本当にね、美味しいです。なんかね、モンスターって基本的にね、結構うまいのがあるんだよね。僕今まではね、青いやつが一番好きだったんだけども、そんなにパンチがめちゃくちゃ強くないというかね、あれがいいなと思ってたんだけども、これはね、それに匹敵するぐらい美味しいです。なんかモンスターのカオスだったかな、あれはね、これと比べるとちょっとね、だいぶパンチ強いなってイメージはあるんだけど、これの方は良さげだね。キューバリブレ、キューバリブレはね、なんか新しく出た中でもすごくいいかなと思います。んぜひとも皆さんもこちらのモンスターキューバリブレ見つけたら買ってみてください。改めて最後まで見てくれたそこのみんな、高評価のボタンと、そしてチャンネル登録ボタンお忘れなく。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time!